あれ、マキはいつの間に眠っていた。しーちゃん、吉野、車掌、どこにもいない。それにこの場所、大江の宮様の屋敷にある師匠の部屋。記憶なし。異空間から出る寸前で停止。師匠が運んでくれた。正解。マキ混沌、みんな大慌て。師匠、師匠、マキは自ら異空間を閉じると言い出した。でもできなかった。謝罪する。問題なし。マキはよく頑張った。師匠は助かった。マキの助けで助かった。師匠気づいた。マキは岩戸に必要。最高の弟子。師匠。だからマキは特鉄隊を退役、岩戸に戻る。師匠の希望。マキも望んでいた。師匠と一緒に暮らすこと。今度は同じ岩戸、二人一緒。師匠と一緒に暮らす。なんて素敵なことが。そうでしょう、そうでしょう。マキと師匠は一緒。マキ、立ち上がってどこに行く？師匠のところ。師匠はここ。マキの冗談面白い。そうか。マキは全く笑えない。知った。師匠に対する口の聞き方。マキは師匠に絶対に失礼な口を聞かない。でも、師匠じゃなければ話は別。意味不明。マキ、わかりやすく言って。貴様は師匠じゃない。そう言っている。師匠はマキを救ってくれた時にこう言った。今日よりマキは我が弟子。だが共には暮らさぬ。一人で好きな場所に住み、家族や仲間の協力を得て強くなれ、と。師匠は自らの言葉をたがえない。共に暮らさぬと言った以上、岩戸に呼び寄せるなどありえない。そしてずっと、自分で考え行動することをマキに言い聞かせた。だから、マキが自分で決めて入った特鉄隊をやめろなどと師匠が言うはずがない。それは先ほど説明した。マキが岩戸に必要だと考え直した。だからマキは戻ってくる。拒絶。しーちゃんも言っていた。屋敷の中で元凶がいるなら師匠の部屋が一番怪しいと。今まさにその通りになっている。マキは師匠と同じくらいシーちゃんを信じている。もう貴様はマキを騙せない。これは師匠の希望、いや命令。聞かなければ破門。いい加減黙るのだ。師匠の顔と声でそれ以上喋ることはマキが許さない。だから早く正体を表すのだ。そうなんかい。あれ、しーちゃん。よかった。目を覚まさないから肝を冷やしたわ。ここは、大山の頂上。マキ、ずっとうなされていた。悪い夢を見たの？その通り。マキは人生最悪の夢を見た。師匠が、師匠じゃなくて。師匠、師匠はどこにいるのだ？マキに呼ばれた。
リクエストにお答え、師匠登場。師匠。事情は把握、遭難会再出現、ゆえに牧は悪夢。どうやら母が数え呪詛で封印した瞬間に、遭難会が最後の力を振り絞って体を目に見えないほどにバラバラにして、その一部を牧の体にくっつけていたみたいなの。さらに厄介なことに、私たち全員をバラバラに大江山のどこかに飛ばしたの。遭難会はその混乱に乗じて逃げようとしていたらしいわ。でも母アマズが近い順に助けに来てくれたの。マキで最後、他のみんなは無事。状況は理解、みんな無事ならマキは安心。自力で悪夢に打ち勝つとはさすが弟子の鏡。初代下アマズとしても歓喜。さて、それではマキの中の遭難会追い出す。今度こそ封印。大事な者たちを襲ったこと、母は許さない。数え呪詛を学んだことで無効化し、体の大部分を取り戻したと観察。それでも無駄、無駄なあがき。数え呪詛はまだ5つから残っている。覚悟。待って、師匠。マキ。師匠、お願いなのだ、マキにやらせてほしい。今日は師匠をお手伝いして助けるつもりだった。なのに師匠に助けられてばかり。マキは弟子として不甲斐ない。だからもう一度欲しい機会。もちろん理解。数え呪詛の4つまで克服する相手、普通に考えればマキに勝ち目ない。でもマキは策を考えた。みんなでやるなら勝てる作戦。いい目をしている。師匠。承知。師匠は弟子にお任せ。丸投げ。みんなで今度こそ打倒、期待。すごいじゃない、マキ。初代シモアマズを説得するなんて。マキに自信が溢れているのがわかる。それじゃあ吉野にも策も教えて。感謝。しーちゃんも吉野もありがとう。という策、車掌が策の肝。それじゃあ手はず通りに。待たせたわね。逃げてもよかったのよ。今度は学べない、学ばせない。なぜならマキたちが勝つから。悪い子にはお仕置き、逃れられないわよ。あら、もう終わったの？今よ、車掌。鉄分注入を。残念。それは呪術で作ったスーパー車掌くん人形です。大丈夫、マキはいつでも行ける。魔力が溢れるの、マキ、初めて。今ならシーちゃんと同じくらいの力を出せる。あら、マキは初代シモアマズの弟子よ。呪術くらい使えるに決まってるじゃない。武器で戦う方が得意だから、そうしていただけ。さあ、
両側から結界を展開するわよ。マキ、遠慮なく全力で来なさい。承知。マキは全力で呪術を使う。残念、不正解です。正解は3人がかりでした。というわけで、結界と結界をつなぐのはヤシナに任せてください。できた。今度こそうまくいったわね。これもすべて牧監督の名采配のおかげです。見事、三人とも鮮やかなお手前、完璧な連携。母は嬉しい、師匠も嬉しい。まったく、誰よりもはしゃいちゃって。母はまずおみこししているみたい。師匠、かわいい。いやぁ、壮観とはまさにこのことじゃのう。大江山にこんなにも人が訪れるとは。めでたい。めでたくて、あるあるも進むというものじゃ。師匠、せっかくのおめでたい日だというのに、まさか早々に酔っ払ってしまうおつもりですか。おめでたい日だからこそ飲むのじゃ。ほれ、下はまずも付き合うのじゃ。どうやら言っても聞かないご様子。では鬼神寝かせ発動いたします。くくく、次元式のその呪術、今日の発動時間はまだ先にしてあったはずじゃ。いいえ、こうなることが予想できたので発動時間の設定を早めておきました。めでたい日に粗相はできん。絶対にわしを止めてくれ。そうおっしゃっていたのは師匠ですので、あしからず。そんなことを言った覚えはない。わしは今日こそ寝ない。寝な。すいや。さあ、お布団に運ばないと。吉野、悪いけど師匠の足を持ってくれるかしら。了解。それにしても下はまず、あまりにも手慣れている。毎回のようにやっていれば嫌でも手慣れるわ。まったく、手のかかるお師匠だこと。そういえば、受付を手伝うって言ってたマキはどこに行ったのかしら。もうすぐ始まる時間なのだけど。マキなら母アマズに呼び出されて庭との準備に回ると、そうおっしゃってました。それなら受付は誰がやってるのよ。からかわと二股は別のイベントの担当だからいない。もしかして受付には今誰もいないの。受付は天の橋立てが代わってあげてた。うで、そんな、天野に受付なんて無理に決まってるじゃない。きっと今頃大混乱だわ。急いで行かないと。ねえ、下はまず、こっちの手のかかるお師匠は？そうだったわ。ああ、もうこんな忙しい時に。下はまずよ。今日の布団はとても硬いな。しばらくは、絶対にあるあるは禁止だわ。こっち！マキ、こっち来て！師匠、もうツアーが始まっている。それなのに用事とは一大事か。そう、一大事。とても大変なこと。スペシャルコースも作ってみた。なるほど。さすが師匠。これも観光客に開放する？しない。
これはマキのコース。マキのために作った。マキのため。そう、自信作。最初は呪術ではなく、物理的仕掛けで作ってある。だからマキも見抜ける。入って入って。光栄。マキは花宝物。師匠の作ったコース、体験する。マキはいつも師匠のいたずらに引っかかる。だから、わかりやすいものを用意してくれた。師匠の優しさに感謝。マキは、今日ここでいたずらの見分け方を完璧に習得する。だから深呼吸。そして、突撃。いざ!なるほど。取り持ちをちょっと見せてくれている。注意深く観察しろという師匠のメッセージと受け取った。感謝。それでは、取り持ちをまたいで。引っかかった!見事な誘導、師匠の勝利!まさか、そんな罠があったとは。師匠、かわいい。先に報告。わざと引っかかるの禁止。全力で抜けること。これはマキのためのコース。すごい。師匠、何でもお見通し。マキは反省する。ちゃんと全力で挑む。そう。師匠はそれを希望。マキの成長は、このコースの先。承知した。マキの成長を師匠に見せる。